さてですね、今ですね、第1部、第1部のですね、オンデマンドアップロードを終えまして、こっちからは第2部はですね、まず最初にヨーロッパサッカー関係、まあ、3月9日開催の、ね、まあ、注目関心事といえばやっぱりマンチェスターダービーですね。マンチェスターユナイテッドがマンチェスターシティを破ったっていうニュースが、ね、ありまして、ゴールコムの速報で、出てましたので、はい、部長、あ、どういらっしゃいませ、どうも、はい、どうも、はい、どうも、こんにちは。今、ちょっと収録中ですんで、はい、マツコですか、マツコ、マツコっていうか月曜からクロスヒートの収録中でございます。いや、ですか、はい、レボさん、どこ座るんですか、レボさん、あ、大丈夫、あ、どうも、グルジャの、とりあえず3人で、今ですね、なんと入ったのは、なんとグルージャの関係者の方が入店いたしました。レオさん、はい、これ真面目な話、これはあれだね、僕はまだチョコレ飲んで、僕は今行くのか、会長どこですかね、今大丈夫飲み方どうされますか、飲み方タッピーですか、タッピーで、あー、今ウジネーゼがセンタリング上げたんですが、うん、惜しい、ヒデさん、いいですか、まだ来てないです、まあ、これからちょっとまたグルージャ関係者の声がね、聞こえるかもしれない。すげえ。僕もつげさんにはいろいろちょっとお世話になりますけど、あ、いや、してます。わかりますよね、変わります。テニス舞台で行くんで、今ですね、グルーチャの関係者の人が結構何時か飲みに来た、ただ、のポスターをトイレに貼らせていただきました。まあ、今年のポスターについては先週もお話ししましたかな、あの秋田豊監督がこうガーって叫んでるようなアイポスターなんですけどね、はい、1回出ましたね、1回ダメですよ、1回じゃないですか、就職した辺の、ああ、そうか、いろいろとね、まあ、グルージャの関係者の皆さんがちょっと取締役の方が、ちょっと今勘談中ってとこなんですけども、これダメだ、会長ちょっと、これ会長これ
どちら。まあね。まあそんなこんなで、まあ、一応今週はだからトッテナムホットスパーとあれライプチもありますね。これがだからライプチヒがアウェーゴールで1点取ってますから、トッテナムは2点取らないとダメってことになっちゃいます。2点差までつけないともう危ないぞっていうことです。とにかく1点は取らないとなんとかもうどうにもなりませんよっていうことでね。まあそこ注目なんですけど、あとアタランタやれんのか、また無観客試合でやるんでしょうけどっていうのはさっきも言いましたが、まあそんなこんなでね。あ、まあ実は私、まあグルフィジャン、関係者の方以降は今はとりあえずジントニックとかって言ってますけども、実を言いますと、まあグルジャー応援のためにっていうか、カクテルをやっておりまして、それがですね、ブラウブリッツとバンラーレと福島ユナイテッドをイメージしたやつなんですかね。一つとにかくね、こういうのね、一度はもう飲んでみてください。インスタ映えしますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。まあ、今はもう僕土曜日に、僕土曜日はですね、まあ、23時から26時僕来てますんで、よろしくお願いします。まあしばらくはこの平日にもまたいろいろ、まあネット、まあスマホで調べたサッカー情報なんかをね、いろいろとこう、ね、出さなきゃいけないんで、そういうのをねちょっとお伝えしたいなと思ってます。とりあえず6時前にはその辺のネタ、まあ、5時頃に出せるようにしたいと思ってますんで、何卒、私の、YouTube チャンネルのチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではね、というわけでまあちょっとグルージャの関係者が入ったっていうことなどで、まあ、第2部はここまでってことにいたします。Thank you.